赤いろうそく、にいみなんきち。山から里の方へ遊びに行った猿が、一本の赤いろうそくを拾いました。赤いろうそくはたくさんあるものではありません。それで猿は赤いろうそくを花火だと思い込んでしまいました。猿は拾った赤いろうそくを 大事に山へ持って帰りました。山では大変な騒ぎになりました。何しろ花火などというものは鹿にしても獅子にしてもウサギにしても亀にしてもイタチにしてもタヌキにしてもキツネにしてもまだ一度も見たことがありません。その花火を猿が拾ってきたというのであります。おおこれはすばらしい。 ほら素敵なものだ。鹿や獅子やウサギや亀やイタチやタヌキやキツネが押し合いへし合いして赤いろうそくをのぞきました。すると猿が、危ない危ないそんなに近寄ってはいけない爆発するからと言いました。みんなは驚いて尻込みしました。そこで猿は、 花火というものがどんなに大きな音をして飛び出すか、そしてどんなに美しく空に広がるか、みんなに話して聞かせました。そんなに美しいものなら見たいものだ、とみんなは思いました。それなら、今晩山のてっぺんに行って、あそこで打ち上げてみよう、と猿が言いました。みんなは大変喜びました。 夜の空に星を振りまくようにパーと広がる花火を目に浮かべてみんなはうっとりしました。さて夜になりました。みんなは胸を踊らせて山のてっぺんにやっていきました。猿はもう赤いろうそくを木の枝にくくりつけてみんなの来るのを待っていました。いよいよ これから花火を打ち上げることになりました。しかし困ったことができました。と申しますのは誰も花火に火をつけようとしなかったからです。みんな花火を見ることは好きでしたが火をつけに行くことは好きでなかったのであります。これでは花火は上がりません。そこでくじを引いて 火をつけに行くものを決めることになりました。第一に当たったものは亀でありました。亀は元気を出して花火の方へやって行きました。だが、うまく火をつけることができたでしょうか。いえいえ、亀は花火のそばまで来ると首が自然に引っ込んでしまって、 でてこなかったたのでありましたそこでくじがまたひかれて今度はイタチがいくことになりましたイタチはカメよりは幾分ましでしたというのは首を引っ込めてしまわなかったからでありますしかしイタチはひどい禁眼でありましただからろうそくのまわりをキョロキョロとうろついているばかりでありました とうとう、獅子が飛び出しました。獅子は全く勇ましい獣のでした。獅子は本当にやっていって火をつけてしまいました。みんなはびっくりして草むらに飛び込み耳を固く塞ぎました。耳ばかりでなく目も塞いでしまいました。しかし、ろうそくは ポンともいわずにしずかにもえているばかりでした。